のことをしっかりと教えてもらいたいと。自分は誤解していたようだと。誰だと思います？さすが元刑事です。さすがだね、早いね。そうです、小川さんです。俺から頼んでないかんね。いや、なんか私西山さんのことをちょっと過剰評価してたみたいなんですけど、取材協力してもらえませんかって。来ちゃいましたよ。あ、ぜひぜひなんつってね、ぜひぜひなんつってもう二言返事で決まりまして、あ、もう明後日です。明後日バイクでちゃちゃっと行ってきますよ、近いんで。小川さんね、なんか私ちょっと誤解を生じてたみたいで、なんかコメントもすごくて、いろいろ教えてもらえませんかみたいな。大吉さん、おはようございます。なんか連絡来まして、はい、なんか私間違えてたような、何なのような、間違えてはいないですよね。うん、一方的に話を聞いたわけですから。うん、西山君は今も実家暮らしなんですか？実家暮らしに決まってんじゃないですか？つい最近までって、今はちょっと変わっただけですよ。万年寺に転がり込んでるだけですよ。あ、そうなんですか、なんつってね。うん。なんで豆山って呼ばれてるか知ってますか？うん。刑務所入ってる男性の女を食っちゃったんですよ。